品質っていうのは造語なんですよね。はい、この由来も教えていただいてよろしいですか。はい、私が春って、はい、姉が五木なんですね。五木さん、はい、五木さんで、春で、なるほど、ね、なるほど、なるほど、あれなんですね、そこはあれです、お姉さんの名前が前でとかじゃないですね。言われてあれにも私の名前が前みたいな、はい、でも五木さんだとなんかいいのがなくて、はい、考えたら、はい、だから逆にしたらハリッツインじゃんみたいな。なるほど、なるほど、じゃあ納得してもらって、うん、でも本当お姉様がこう台湾行かれたのもありますけど、今やもう世界へ羽ばたいてますからね、ハリッツが。そう考えるとすごい、うん、いい名前ですよね。あ、そうですね。あ、やっぱ計画した時に他のものがもっとかかるんだ。そうですよね。それでこういよいよハリツ号を作られて、ロマーツは、お知り合いの中号曲がりしながら作られてたんですか。そうです、当初はそうですね、うん、そうするとあれですね、朝そこを中号行って作って、でそれを乗せて、まあ、販売先へ行ってってことですよね。朝早くから大変なお仕事ですね。そうですね。姉がドーナツを作って、私が売るっていう、飲みながらコーヒーをやるっていう、はい、姉が朝早くを準備して、はい、こちら本日中にお店がありがとうございます。じゃあこう2人で店頭に立つっていうよりかは結構役割をちゃんと分けて、自然と家も140円のお返しになります。なるほど、多少ちょっとかぶって、うん、じゃあもう本当早番のお姉さんがドーナツ作るのとちょっと立ち上げを手伝って、でおそばの春菜さんが立ち上げから販売クロージングまでみたいなのをやってて、その場所っていうのはなんか今みたいにたくさん募集がかかってたわけじゃないと思うんですけど、どうやって探されたんですか。これもいただいていいのか。とにかく今これは募集をやってた、私はこれの願いいただければ配られたり、いろいろな手術だったり、はい、はい、何個でたまたまキッズコーダー平川町に姿と駐車場の1か月があって、はい、あとはね、やっぱり探す、出ているだけの種類になります。なるほど、その僕も八百屋ってお話ししたんですけど、その僕の地元が高齢者が多いので、やっぱりトラックに野菜を乗けて移動販売しているんですね。でそれを初期の頃は僕の地元だけじゃなくて他にもスーパーがない地域たくさんあるから、で地元以外の町にも出て行ったら、やっぱりことごとく警察の方のお世話になって、やっぱりあの悪いことやってるわけじゃないのにっていう思いと、まあ、でも確かにおっしゃってることは分かりますけど、やっぱ歯がゆい感情がありますよね。はい、この時はもう本当普通にあの都心の方の路上に車を止めて道路に看板出してみたいな感じだったんですか。そうですね、オフィス街に出てまして。なるほど、お弁当屋さんとかの周りもあるプレーは。なるほど、じゃあプラッと行って、はい、空いてるからそこにしようって止めると、はい、そこっちだよみたいな。なるほど、みんな別に許可はないんですけど、道路だから。でもあくまでその道路ならではの習慣という慣習というか、結構そう話すんですけど、なるほど、やっぱりはいもう来ました。なるほど、本当にうちだよって言おうかなと、その平川町に落ち着くまではじゃあその紆余曲折期間というか悩ましい期間どれくらいだったんですか。ピーナッツ、砕いたピーナッツ、半年ぐらい、
もう半年ぐらいで落ち着いて、でもあれなんですが、こう事前にまあ車がないからしょうがないっていうのもありますけど、ここだったらみたいなのはそれ調べずにっていう感じだったんです。結構、はい、今思うと基本場所に行ってるかな。あ、今のチーズが後ろにここだね。はい、あ、生地はプレーンの生地は違う。そうですね。もうすごいいっぱい作ったドーナツまんま残って、味方ない。はい。なるほど。コーヒーだったら最悪豆引かなければまだあれですけど、ドーナツはなかなか翌日にっていうのは、揚げタイプだとちょっと厳しいですよね。そういった距離の曲折があって平川町が見つかって、その他にも何箇所か最終的には見つかるんですか、それとも毎日その平川町に行くんですか。あ、もうその時は見つけたら平川町だけ、たまに土日ここ行くとかやったら見つけたけど、イベントがあるから、私はたまに行くのに行くのに。基本はその平川町の駐車場が拠点で、そうすると、まあ、同じ場所でやってると固定のお客さんもちょっとずつついてきますので、ね、いいですね。そのカリッツのドーナツってこうふわふわでもちもちでって、あの食感も特徴的だと思うんですけど、あの製法っていうのはもうその当時から同じ作り方といいますか、それはあのお二人のパン屋さんでの修行の経験をミックスさせて、あの食感を生み出したんですか。あの食感を、おからきなこと、みんなさ、もうほとんどクリームチーズが、みんなひたすらしか、あの、試作していて、私はそれは、なるほど。それに対してちょっと意見をもうちょっと、こうしたい、あしたい。なんか、いろんなドーナツいただくんですけども、焼きタイプとか蒸しタイプですと、こう3つ4つ食べれたり、そうしないと5個6個いっちゃうんですけども、揚げタイプだと、まあ、頑張って2個かなみたいなことがある中で、ハリチさんのだとやっぱりたくさん食べれるっていうのは、はい。それは、じゃあお姉様の努力と、ハリチさんの試食の努力を。すごいな。ずっと変わらぬ製法というか食感なんですね。それでこうちょっとずつ平川町でファンが増えて、まあ、イベントとかにも出て、でそろそろ店舗を構えようかっていう流れになってきたのは、なんかどういった経緯というかタイミングだったんですか。大体平川町で1年ぐらいやってきて、ここにあったオフの会社が50年の会社に移動する会社ごとにちょっと、はい、関わりの他の会社の方も来るんでしょうけど、そこの会社がすごい多くて、主社までやるんですね。そんなにそうですよね、経営だからずっと中で立って仕事っていうのもできない。基本的には座って待ってるか外で、あ、3種類だけになります。そうすると確かに止めてるからエアコンつけれないし、暖房つけれないし、雨降ったらお客さん来ないし、吹き込んでくるし、それで行ったきっかけでじゃあお店を探そうと、はい、ここで、その、まあ、代々木上原が一望点になると思うんですけれども、その他にも候補地っていうのはあったんですか？ありました。最初は、私は3人でやったかもしれない。その、割と近くで、住宅、
その中でこの代々木上原に決められたのはどういった理由から決められたんだろう。そうね、当時割と仲良くて、こちらが抹茶のホワイトチョコが、まあ、はい、上原に住んでて、上原いい町だよって言って、うん、ご飯で、こちらその方からご飯に行ったことはあったんですけど、はい、あの、いつもの給料がここに行くので、お客様に行きたいから、じゃあ、ちょっと見てみようかと思って、じゃあこちら本日中にお召し上がりください。お会計しますけど、何人までだったんですか。したらここに見せてもらいます。4人返しになります。その今も今でこそいろんなお店がこういろんな商店街たくさんありますけども、ここは特にもう今でもなかなか見つけられない人がいるくらいの細い路地じゃないですか。で商売をやろうと思った時にちょっといい見た目可愛いけれどもちょっと怖いなとかそういうのなかったんですか。すごいあの周り身内の周りがすっごい反対されて、はい、ここ来ないでしょ人みたいな、うん、たくさん今本当お店でんだけど商店街は昔からのお店で開けるときに、はい、はい、今、ご存知のお店とコーヒーになります。飛んだんですけど、オフィス街とか、路上でやってるときに、人の流れすごかったんですよ。はい。なんか、通勤時間とか、ホワイトチョコの仕事になっちゃう。みんなこう、ちらちら見てくれるんですよ。見て終わりを持って、はい、っていう感じが多かったので、なんかひっそりしたところで、なんか道が一歩入ったところで大通りのところで、はい、っていうのがいい。黒はどうしました。いやそういった気持ちとお姉さんとのその意見ともこうマッチして、周りの意見はあったものの、ここやっぱりいいんじゃないかっていうことですね。でもすごい先見の明ですよね。もう上原って今はこうおしゃれなお店とか、それこそ星付きのお店も出てきたりとか、あとはあのこのインタビューにも以前丸一ベーグルの美穂さんに出ていただいたんですけども、多分美穂さんも結構同時期といいますか、まあ、ちょっと距離はありますけれども、比較的に近い時代に、やっぱり上原でやられてたりとか、なんか、なんですかね。ちょっと僕が言うと大変おこがましいのは、時代を作られているお店様が、なんかかなり早い時代から目をつけられている地域なのかななんて思ってます。その時は出来たてですので、今、お客様が多いので、その今ここで始められてみて、どうでしたか、最初の頃は。なんかそのお客様の流れとか、実際思ってたイメージと始めてみた感想というのは。うん、最初はちょっと移動販売のお客様とか来てくれたそうなんですけど、最初はポストのおじいちゃん、はい、人前に住んでたおじいちゃんとおばあちゃんが毎朝来てくれた、はい、あ、はい、感じで、すごいこの通りの年配の方とか、あそこに1時間で来てくれた、今までのオフィス街と全く客層が違って良、かったです。俺は良かったですけど、おじいさんとおばあちゃんとして、うん、なるほど。でもこうドーナツって、まあ、コーヒーもそうですけど、一つ一つの単価はそんなに高いものじゃないじゃないですか、うん、はい、でやっぱりある程度個数が売れないと、うん、その家賃とか
とは最初お姉さんと2人まだもうその時ってご結婚されてとかするかしないかとかそういう感じですか。じゃあとりあえずじゃあまずは2人分の人件費をとかって考えるとある程度売らないといけないっていうなんか追われてるような感覚とかもあるのかななんて思っちゃったんですけど。ありました。当時はあの姉と姉のうちで旦那さんが70円なりが上に住んでる。あ、なるほど、ね、なるほど。で、家賃ちょっと払ってるっていう、はい、ああ、なるほど。で、姉も早く来いって囲み、はい、できるし、はいはいはい、なのでちょっと、やたら報酬方法を取ってるみたいな。なるほど、なるほど。住宅兼こう店舗みたいな使い方を最初の頃はされて、なるほど、それはいいですね。はい、でも上一部屋しかないんで、あ、はい、1、2年でありがとうございます。出てきます。あ、そうなんだ。まあでも結婚とか結婚するかしないかの同棲って考えると、はい、まあ一部屋でもまずはできますもんね。ああ、なるほど。じゃあそうやってこう1年2年やっていくうちに商売がちょっとずつ軌道にまた乗っていってっていうことなんですね。